伝道師とは、キリスト教の、聖公会、プロテスタントの教職の一つ。展示で、他人に、企業製品やサービスを熱心に進める人。この項目では1、について記述する。伝道師とは、キリスト教の、聖公会、プロテスタントの教職者のうち、下記に例示される何らかの意図、理由などにより、牧師とは区別される伝道者の役職名あるいは、称号。 安守令を受領しておらず、精霊天を執行する権能を持たない、開教職位の教会担任教師。精霊天を執行する権能を持つ、教会担当教師を、聖教師というのに対して、それを持たない、伝道師を補い教師という場合がある。牧師の資格を持っている以内は関係なく、教会を巻きしていない巡回説教者、路傍伝道者の通称名。 グアテマラの福音派テレビ伝道士、キャッシュルナ。テレビ伝道の正規牧師なり聖職者であるが、その信徒の大半はテレビやラジオの視聴者から来ている。それ以外は伝統的な信徒協会を持っておらず、主にテレビを通して活動している。テレビ伝道はアメリカ合衆国特有の現象として始まったもので、事実上誰にでもテレビ放送網とケーブルテレビの視聴が開かれている。 大規模なメディア規制緩和と必要資金を提供できる大規模なキリスト教人口とが相まって出来上がったものである。自主制作であれ、キリスト教派を中心に組織運営されたものであれ、テレビ伝道は米国の福音派プロテスタントの聴衆の間で特に人気を集めていた。ただし、放送グローバル化の発展で一部の米国テレビ伝道誌の番組が トリニティブロードキャスティングネットワークやゴッドチャンネルといった一部キリスト教徒向けの性質がある国際放送網を通じてより広範な視聴者に届けられるようになった。ブラジルなどいくつかの国では自国内で生み出されたテレビ伝道が存在しており増加しつつある。一部の国では宗教放送の視聴に全面規制がされていたり宗教放送に特殊規則がある。 規制媒体となっている。こうした国では、宗教番組は民間の利益団体ではなく、一般的には、テレビ局側によって制作されている。ローマカトリック教会のフルトン・ジェイシン司教、テレバンジェリズムという単語は、テレビと福音伝道のカバン語であり、南部バプテスト連盟による、小規模なテレビ連続番組の題名として1958年に作られた。 ジェフリー・ケイ・ハデンとチャールズ・イースワンが1981年の調査報告書プライム・タイム・プリチャースザ・ライジング・パワー・オブ・テラバンジェリザムでこの言葉を普及させたとされている。ただし、1952年にはテレバンジェリストという用語がすでにタイム誌で使われており、当時テレビ映えするローマ・カトリック教会のフルトン・ジェーシーン司教が最初のテレバンジェリストとして研究されている。 全米宗教放送事業、教会福音派プロテスタントの全米宗教放送事業教会は1944年に設立された。ラジオキリスト教は大宣教命令の啓発として、福音協議を世界中に説くことを常に強調してきた。歴史的に、これは十二使徒の拡散に始まる宣教師の派遣によって行われ、後年には、 印刷機発明後の聖書及び宗教トラクトの配布なども含まれた。1920年代に始まるラジオの急速な普及はこの任務にとって強力な新しい道具になると一部のキリスト教徒が理解して彼らはラジオ番組の最初のプロデューサーになった。ラジオ放送は伝統的な宣教師を補完する活動とみなされ、比較的低コストで膨大な人数に協議を 届けられるようになり、違法として宣教師が禁止された国でも、キリスト教を説くことが可能になった。クリスチャンラジオの目的は、人々をキリスト教に回収させて、信徒たちに教義や支援を施すことだった。これらの活動は特に発展途上圏で、現在も続いている。世界規模で放送されているキリスト教構成の短波放送局には、エクアドルの HCJB、 ファミリーラジオのはファー、BBN 聖書放送などがある。米国では1930年代の世界恐慌により中西部と南部で回収テントでの説教が復活したのが確認され、巡回移動する説教師は町から町へと巡って寄付金で生活していた。幾人かの説教師が自身の人気の結果としてラジオ番組を始めた。ラジオを 代々的に使った最初の牧師の一人が1923年に番組を始めたエスパークスキャドマンだった。1928年には毎週日曜の午後にキャドマンが NBC ラジオ網でラジオ放送をしており、彼の強力な演説は全米500万人の聴衆に届けられた。より多くの聴衆に届けるため即座にラジオに倶りえした。 もう一人の先駆的なテント回収説教師が、エイミー・センプル・マクファーソンだった。1920年代と1930年代のラジオは、最終的には彼女に全米的な評判を与え、ペンテコステ派最初期のメガチャーチの一つを建設するまでになった。1930年代、当時の有名なラジオ伝道師は、ローマカトリック教会の司祭チャールズ・カフリンだった。 彼の強力な反共産主義と反ユダヤ主義のラジオ番組は何百万人もの聴衆に届いた。1920年代から1930年代にかけて米国で全国放送されたその他の初期クリスチャンラジオにはボブ・ジョーンズ・シニア、ラルフ・ W ・ソックマン、ジー・ローマン、チャールズ・ E ・フラーなどが出演。番組ではミュージックザ・スポークン・ワード、ザルテラン・アワー、 などがあった。タイム氏は1946年、ラルフ・ソックマン牧師出演の NBC 放送番組、全国ラジオ講談が毎週4000通の手紙を受け取っており、ローマカトリック教会のフルトン JC 院大司教が毎週3000から6000通を受け取ったと報じた。その年の米国でラジオ牧師たちのラジオ番組を聞いていた人たちの合計は1000万人と推定された。 テレビビリーグラハムテキサス州にあるメガチャーチレイクウッド教会のテレビ伝道誌ジョエル・オスティーンテレビも1930年代に始まったが1950年代初頭まで宗教目的では使用されなかった。1949年春にジャック・ウィル・テント・パーシー・クロフォードがテレビ放送に転向した。注目すべきもう一人のテレビ説教師がフルトン・ジェーシーンで 彼は人気ラジオ放送を20年経て1951年にテレビに倶り返しても成功し、タイム誌は彼を最初のテレビ伝道師と称した。シーンは1950年代初頭から1960年代後半にかけて自身の番組で数々のエミー賞を受賞した。レックス・ハンバードは長年のラジオ放送を経た1952年に毎週テレビで 教会儀式を放送した最初の人物となった。1980年までに、レックス・ハンバードの番組は91個とも695放送局もの世界中で放送され、これまでの伝道番組で最大のカバー範囲である。1957年までに、オーラル・ロバーツの放送は、放映可能な500曲のうち135曲を介して、 テレビ視聴可能地域の80%に届けられた。1960年代から1970年代初頭の米国ではテレビが家庭の主な娯楽メディアとしてラジオにとって変わったが、それは特にビリー・グラハムの国際的なテレビラジオ伝道放送を介した福音派キリスト教のさらなる神徒数増加とも一致した。多くの有名なテレビ伝道誌が この時期に活動を開始し、中でも著名なのは、オーラル・ロバーツ、ジミー・スワガート、ジム・ベーカータミー・フェイ、ジェリー・ファルエル、パット・ロバートソンらである。大半が、独自のメディアも、ニュース告知、政治的影響力を展開した。21世紀には、テレビ放送された、いくつかの教会礼拝が引き続き多くの聴衆を、引きつけた。米国には、ジョエル・オスティーン、ジョイス・マイヤー、 T.D.J. x が、ナイジェリアには、イーノック・アデボイエとクリス・オヤキロムがいる。テレビ伝道師はしばしばとのキリスト教聖職者から批判を浴びている。例えば、説教師、ジョン・カイ・マッカーサー・ジュニアは2009年12月に、いくつかの記事を発表したが、それは一部テレビ伝道師への強い批判だった。誰かがこれを明言する必要があります。 宗教テレビを支配している信仰治療師及び健康富の説教師は恥知らずな詐欺師です。彼らのメッセージはイエス・キリストの真実の福音ではありません。彼らのステージ上の奇弁に関して霊妙な意識的なものは一切ありません。それはすべて絶望に瀕する人々を利用するために仕組まれた横島な計略です。彼らは 新人仏界聖職者ではなく、お金のために、神の言葉を汚す欲深き偽物です。彼らは、神の群れを羊飼いする本当の牧師ではなく、羊たちから金品を巻き上げることだけを企むお金の、亡者です。彼らのお金の愛情は、彼らの発言や暮らしぶりで紛れもなく明白です。偉大なる霊的な力があると彼らは主張していますが、実際の彼らは、 唯物論者の段階であり神聖なあらゆるものの敵なのです。彼らの手法と進学との割合は長年存在する伝統主義の信徒協会で説かれるキリスト教の教義と矛盾しているとの考えを抱かせる者たちが何人かいる。テレビ伝道師の多くは健全なキリスト教義からの逸脱と気づいたものを懸念する他のキリスト教徒たちで運営される聖職者識別にて 次のように特徴付けられている。テレビ伝道師は多くの場合これらの批判に強く反対し、自分は神の五行、ゴッズワーク、つまり聖職者としての活動を行っていると発言する。21世紀世代にイエスの福音の大宣教命令を達成するためにテレビ活用を必要とする要因として、彼らは伝統的な教会礼拝への出席現象と、 世界規模のマスメディアの成長を上げている。上院の調査2007年、アメリカ合衆国上院のチャック・グラスリー議員が、繁栄の福音を説く、テレビ伝動資料組の財政調査を開始した。この調査では、聖職者の提供奨励のため寄付したというテレビ、視聴者によって支払われたと噂される、ロールスロイスの車両複数、宮殿地ミた大邸宅、 プライベートジェット、その他の高価な品を含むテレビ伝動誌による豪奢な生活様式の報告調査が行われた。調査された6組は以下の通り。2011年1月6日、グラスリーは上記6組の調査結果を公表し、宗教団体に対する課税免除法のさらなる議会審査を要求した。影響力のあるエジプト人ムスリムのテレビ伝動誌、アムル・ハーレド。 カナダ、トロントにて伝道のために、インターネット動画やテレビを使うという概念は、米国の福音主義的な起源を超えて普及している。イスラム教では、関連するダーアワという概念が、イスラム教のテレビ伝道師としばしば呼ばれる、同様の人物を生み出した。その例に、ムイズマスード、ザキール・ナイク、アムル・ハーレドなどがいる。これらの人物は、長年の伝統、 題に基づいたものではあるが、テレビ等を活用する点は、キリスト教のテレビ伝道師に触発された可能性も、ある。キリスト教のテレビ伝道師と同じく、一部のイスラム教、テレビ伝道師、特に極右を含む、イスラム原理主義を支持しているイスラム教のテレビ、伝道師はあまりにも、政治的だと、批評家は論じている。批評家はまた、多くのテレビ伝道師が、 自分の仕事から大金を稼ぐため精神的ないし、事前目的による動機づけではない可能性がある、とも主張している。イスラム教テレビ連動誌の著名な番組には、ムスリムテレビジョンオマディアイスラアームチャンネル、アリキューティーブイピースティービーなどがある。すべてではないがこれらのチャンネルのいくつかは、イギリスのローコムや、カナダラジオテレビ通信委員会といった国営テレビ、 または通信規制当局の監視下に置かれており、ローコムは過去に政治事件の変更報道、夫婦関連プを含む違法行為の扇動ホモフォビアの件でイスラームチャンネルとピース TV の両方を検閲したことがある。ヒンズー教の宗教指導者や説教師もキリスト教のテレビ伝道に触発された観光を活用しており、近年では人気がますます高まっている。 ハレークリシュナ運動には時にインターネットやテレビの分野にまで及ぶ強力な布教活動を展開している。放送メディアを通じて仏教の教えを説く宗教番組が日本にいくつか存在する。ただし日本では宗教色の強い放送局の解説に電波管理委員会が難色を示した経緯があり、布教活動だけを放送するつぼねは認められていない。また、 大半がラジオ番組であり、テレビ媒体を使った不況を活動の主体としている人物はほぼ皆無である。ありがとうございます。